ゆでんTVさん、どうも。幸せはてめえの手でつかみ取れ。ゆでんTVでございます。見た目に似合わず自他ともに認めるスイーツ好きのこの U20 は、いよいよ T シャツにまでこんなケーキやプリントされたものを着ちゃってるよねっていう話なんだけど、今回なんですけども、この U20 が満を持して Spotify や Apple Music でリリースした新曲テスラに関して、てめえたちのためにリリック解説をする時がやってきたな。いうことで、この U20 はどちらかといえば、老害が好むような凝ったリリックや深いリリックはどちらかといえばあんまり書きたくないよねっていう話なんだけど、今回は久々のリリースっていうこともあってか、つい気合が入りすぎて、宇多田ヒカル以上にオートマチックにダブルミーニングやトリプルミーニングを多用した、そんなリリックを書いちゃったよねっていう話だよね。ということで、早速この画面の右の方にリリックを貼っつけていっちゃうよねっていう話なんだけど、まず解説したいのはフックの前半の8小節だよね。この部分に関しては、特に深い意味はないっすね。このサビに関しては、最初にフローだけを考えて、そこからリリックを当てはめていってるよねっていう話だから、ほぼほぼ言葉のノリの良さだけを重視して、乗せて歌ってるわけなんだけど、I'm speeding with my Tesla。 つまり、俺はテスラと共に突っ走ると。そして、よれてる雑魚どもは3秒以内に抜き去っていくっていうような歌詞になってんだけど、これはテスラモデル Y パフォーマンスの0から100キロまでの加速スピードが約 3.7 秒だよねっていう話だから、それとかけて雑魚なんてすぐに抜いて水遊しちゃうからっていう意味だよねっていう話だよね。そして、その後も大体リリック通りの意味しかないんだけど、映えてしかない絵面っていうのは、おそらくこの U20 以外は言わないような言い回しだねっていう話だから、普段誰もリリックには使わなそうで、なおかつ俺がインスタントストーリーに書きがちなことを、あえてリリックにしてみたっていう話だよね。そしてサビの後半の、口だけペラペラ L サイズのダサいペーパードライバーと、ここからの部分は、すべてにおいてダブルミーニングになってて、まず一つとして、でかい口だけ叩いて、実際何もできないような、そんなペーパードライバーみたいなやつをディスってるっていうのもあるんだけど、裏の意味として、過去に俺が動画で取り上げたことがある、良き日もやってたっていうことで有名な、いわゆる神的なサムシングだよねっていう話なんだけど、そんな違法なペーパーを口でドライブする、いわゆる紙を食ってるやつだ。そういう意味も実は隠れてて、それが次の行に繋がって、その紙のせいで曲がりすぎてクラッシュしてるっていう意味と、下手くそなペーパードライバーだから、ハンドル操作を誤ってクラッシュしてると、そんなダブルミーニングになっちゃってんだよね。そして、次のドープなしでもっていうのは、これはもちろんドーピングだったり、薬物をやんなくても、このユーティンティはまるでこのフェニックスのように高く飛べると。そしてギミック、つまり小細工なしで、このゲームを俺が独走で制すと。そんな感じで愛車のテスラをフレックスしながら、これからやってやるぞっていう俺の意思表明でもあり、なおかつ薬やってよれてるやつを暗にディスってもいるっていう、そんなトリプルミーニングのサビになっちゃってるよねっていう話だよね。そしてラップのバースに入るよねっていう話なんだけど、ぶっちゃけこの前半2行は五感だけ意識してて特に意味なんか何も考えてないんだけど、このビデオだけフレックスするお前の活動を早くオイル借り物ランボと、ここに関しては、だいたい日本のヒップホップの MV で、ランボとかのスーパーカーを登場させちゃうやつって、AK さん以外はレンタルのやつがほとんどだよねっていう話だから、アメリカのラッパーみたいに、MV 上ではめちゃくちゃ金を持ってる風に見せてたとしても、実際ほとんどフェイクで、きらびやかなのはビデオだけっていうのはよくある話なんだよね。そして追いつきはしないだよ誰もと。まあ、これはテスラが早いからなんだけど、そして黙れうるさいエンジンもお前も。まあ、これもテスラのことで、EV 車でそもそもエンジンついてないから、エンジンもヘイターのお前も、うるさいから黙っておけと。ま、そういう感じだよね。で、これもヘイターに対してなんだけど、嫉妬にヘイト聞いてない感想と。まあ、俺が自分の車を乗せたら、群がってくるアンチのやつって、ただ嫉妬してるだけじゃんっていう話だから、そんな奴らもだし、ビデオだけレンタルギーニーとか乗っちゃう、フィークラッパーに関しても、みんな15年落ちの K の担当でも乗ってりゃいいんじゃねえのっていう、そういうメッセージだよね。ただ誤解のないように伝えておきたいのは、決してこの U20 は、ダイハツもタントもディスるつもりは一切ないよねっていう話だから、ダイハツの関係者さん、そこはどうか多めに見ていただいて、案件、お待ちしますと。そう一言伝えたよね。さあ、そして次なんだけど、ここからはちょっとチャラい要素が入ってくる感じだよね。まあ、このユーティンティ当たり前にモテるよねっていう話だから、まるで毎日のようにビッチが近づいてきて、俺の上か、隣、つまりは、テスラの助手席に乗りたがると。
だけど俺のテスラはホワイトシートだよねっていう話だから、汚いケツだったりデニムで車に上がり込んじゃうような、そんなクソ女は当たり前に乗車拒否だよねっていう話だし、そこをわきまえた品性のある選ばれた女しか乗れねえからマジ勘違いすんなよって話だよね。そしてその後の突き上げ注意ガチガチのディックとサスペンションと、テスラモデル Y ってサスペンションが硬くて乗り心地が硬いことで有名だから、道路のつなぎ目とか段差の突き上げには注意しろよっていう話だし、この U20 の突き上げはもっと激しいよねっていう話だよね。何の話だよね。そしてレースなら全勝だからお前すぐ行かせない火山ジェンロと、ここもダブルミーニングになってて、テスラが速すぎるかつエンジン音もガソリン臭さもなくて静かで穏やかっていう意味でジェントルだから、お前の車は先に走らせないっていう意味と、あともう一つはこの U20 はジェントルマンだから、じらしてじらしてすぐには行かせないと、そんな意味まで持っちゃってんだよね。そして最後サビ前のブリッジに関してなんだけど、この部分は最初モデル Y とホテル台で因果踏めるじゃんっていうことに気づいて、それをきっかけにリリックを書いたよねっていう話なんだけど、最初から3連でサビのメロディーよりもキー低めなフローを考えたんだけど、サビと同じような声色と発声で歌うといまいちメリハリがつかなかったよねっていう話だから、あえて発声を変えてはっきり発音しないいわゆるマンブルな感じで歌ってみたよね。そうしたおかげでこのブリッジめちゃくちゃいい感じになってんじゃねえのっていう話なんだけど、ここのリリックで特に注目してもらいたいのは、冬でもまるで真夏のように溶けるアイスと、ここのアイスっていうのは当然氷のアイスもそうなんだけど、実はガソリン車とかの内燃機関車のこともアイスって呼ぶんだよね。だからここでは俺自身の存在がホットだから冬でも氷が溶けちまうぜっていうのと、ガソリン車は冬でも無駄なエネルギーを発して南極の氷も溶かしちゃって環境問題引き起こしてんじゃねえのっていう意味が込められてるのか込められてないのか、信じるか信じないかはてめえ次第っていう話だよね。そして最後の一行、俺より先にビッチが払うホテル代と、だいたいよくあるハスリング系の日本語ラップのリリックって、女の子には俺が何でも買ってやると、そんな感じのラップをするやつが多いよねっていう話なんだけど、それってシンプルにパパ活と何が違うんだよっていうのは甚だ疑問でしかないし、真のチャラ男であるこの U20 からしてみたら、そんなのただ女に都合よく扱われてるだけで、その子からしてみればてめえというのはただの金目当てだし、そんなのはフレックスでも何でもないんだよね。だからこの一行で俺はそれをハスリンとか勘違いしちゃってる奴らに疑問を投げかけてるっていう意味合いもあるし、このリリックのオチとしてテスラそして U20 は誰の目にも止まらないぐらい早いんだけど、どういうわけかホテル代を出すのはビッチが誰よりも最速で、それには俺もテスラも勝てなかったんだそういう感じのオチになってるよねっていう話だし、みんなほぼほぼ同じようなことしか言わない日本のヒップホップシーンにおいて、俺は俺だけの価値観で誰にも流されず俺だけのヒップホップを追求すると、そんな思いをこのテスラっていう一曲に込めたよねっていう話だよね。まあそんな感じで今回いよいよ満を持して数億年ぶりに新曲をリリースしたよねっていう話なんだけど、今までの俺ってあまりにもこだわりが強すぎるがあまりリリースペースも遅すぎたし出した曲の数も少ないよねっていう話だから、今後はどちらかといえばスピード感と数にこだわって曲を出していくつもりだから、今後てめえたちの耳元にはほぼ毎週新曲を届けるぐらいの勢いで創作活動頑張っていくよねっていう話だし、完全にヒップホップに戻ったこの U20 を誰一人として止めることは一切できないよねっていう話だからね。今すぐにチャンネル登録と高評価をして、かっこよく見えるけど生クリームで手がベタベタになっちまいそうなペラルタの服は今すぐに脱ぎ捨てて次の動画全開でしまったと思います。それでまたネクスト U20TV でお会いしましょう。 See you。I like it when they go with time to party traditions. Let's get it wrong, here comes a crazy boy. 誰もが waiting for it. 2017 pro, don't miss it anymore. Till the early morning. 지역가다매니다지큐가마이크스터치쪼가키워브라스컬컬마대막소지도진짜미터나비즈매산이서서이죠왜가두모워르게제스칼라노스히콘어쩌고걸어도내쓰기가야쓰기역쓰기다 Stop feeling it get higher like a spirit test.That's why I'm a ghost of who I'm made. 力の茶葉だけで生かす Every room in all 口に出すまでもなく俺が try so hard 近い将来にぎわせる Hip Hop chart I want you to unite 騒ぎ起こせる Yeah 0798から巻き込めてない We're gonna get high, the time's alright I'm ready